これでやる、はい、でやる。はい、皆さんこんばんは。今日はね、こちらタンビンクのね、これは A4 通りですか。あまりね、この辺りに、ね、来られる方いらっしゃらないと思うんですけれどもね、このドローカルのところに今日は来ております。今日はね、ちなみに金曜日の夜になってましてね、仕事終わりにこちらの方に来てまいりました。非常にね、もうローカルチックですよね。もうこういう通り見てもね。今日はね、この通りにね、何を食べに来たかと言いますとね、海鮮です。ベトナムといったら皆さん海鮮イコール貝っていうね、イメージ、まあ私だけかもしれませんがね、ベトナムっていうとこうね、なんか海鮮っていうとなんか貝って、貝食べに行こうってね、皆さん言うんですけれども、今日はね、貝をね食べに行きたいと思います。以前もね、2年かな、1年半ぐらい前かな、昔向こう側の方のね、貝屋さんでね、ご飯食べたんですよ。ローカル屋さんですごく美味しくてね、動画にもあげたんです。今日はね、このね、お店奥地リエム、前もここで食べたんですけど、こちらでね、ご飯食べたいと思います。これね、見るとね、本当にいろんな貝とかね、まあこちらにはちょっとカニがありますけどね、こうやってね、貝がね置いてありますよね。こちらの方からね、もちろん選んでね、注文もできるんですけれども、メニューがあるのでね、あちらの方からもね、注文ができますのでね、今日はね、あちらに座ってね、注文していきましょう。このいろんなタレ見てください。ちょうどね、2週間ぐらい前にね、こちらのお店に来てね、食べたんですけど、非常に美味しかったんでね、最高です。はい、こちらメニューとなっております。皆さんね、店員さんも優しくてね、いろいろ教えていただいたんですが、まずね、こちらメニューでね、このお店オクチンゲームですね。こちら住所になってますよ。これ見てください、これ貝のこれ多さ、裏もありますよ。これ見てください、これここも。私もね、全ての種類が分かるわけではないのでね、例えばね、これなんか分かりやすいです。はい、カキですよね、青っていうのはね。まあ、皆さんね、こういうお店に来たら写真でね、美味しそうなね、貝をね、頼んでみてください。大体当たります。ただね、私の好きな貝をね、皆さんにご紹介したいと思いますね。ここでね、まずね、美味しい貝といったらこれなんですよ。オクトオイムンって言ってね、この貝すごい高いんですよ。ここのお店で前食べたら7万ドンぐらいだったと思うんですけど、もう他の店行ったら20万ドンとかね、1個ね、1000円近くしたんです。この貝はすごい美味しいんでね、ぜひ食べてください。このオクトイヌンですね。はい、それとね、まあ、牡蠣ね、これね、食べたい人は牡蠣これね、頼んでみてください。チーズのせとかね、まあ、辛いやつのってるやつとかいろいろあるんですが、頼んでみてください。あとね、このこちらオクくんですね。こちらね、カタツムリっぽいんですけど、この貝もね、ちょっと高いんですけど、マストなね、食べ物になります、貝。はい、で次がね、このオフモンタイですね。こちらはね、マテガイ、こちらも美味しい。あとね、何かな、赤貝か、赤貝食べてみようかな。このね、ソーフィットですね、こちらね、ございます。あと、ちなみにこの、いろいろこの貝の下に名前あるじゃないですか。例えばハップとかサーボーとかサーメイとか、これはチャイやチャイコイかありますけど、まあこれ茹でる、ハップが茹でる。これサーボーは、これはバターと炒めるですね。これはサーメイは、これは タマリンとかで炒めるもの。これはチャイトイは何かな、でもこれがトイがニンニクなんで、まあニンニク炒めみたいな感じだと思いますね。もそうですよね、まあ、いろいろこう味付けがあるんです。この辺りちょっとね、難しいかもしれないんですけどね、私ちょっとね、後で概要欄の方にね、この頼み方というかちょっと書いてきますね。はい、あと皆さん、こちらも必ず頼んでください。ネオハムサラ、アサリハマグリのこのね、蒸したもの、本当にうまいね。これはマストで買ってください。はい、であとね、皆さん炭水化物頼まなきゃいけないんで、このね、モンタイ、マテガイ使ったね、焼きそば、ミーサオマンタイをね、頼みたいと思います。はい、それでは注文しましょう。この注文なんですけど、こちらにね、書かなければいけないので、こちらで書きましょう。ちょっとね、難しいかもしれないんですが、ここのメニューのアルファベットをそのまま書いていけばいいんで、例えばこのオクトをやりますけど、このね、
この奥と絵をこの、はい、こんな感じで書きました。合計ね、1,2,3,4,5 5品頼みました。はい、注文しましょう。ちなみにね、これさっきちょっと見忘れたんですけど、ここにね、値段書いてありますね。こうやってね、50K っていうのはこれ5万丼なんで、これも5万丼ね、これ8万丼だから結構安いですよね、こうやって見るとね。前ちょっとここは友達と来たんで結構ガバガバ頼んだんですけどね、貝が一皿5万丼、まあ大体280円ぐらいになっておりますね。はい、それではね、待ちましょう。でっかい。いや、こちらが店主の方ですね。どうに、いや、ねおや。ものすごいね、香りがいいですね。すごい早く料理来ましたよ。2種類。その前にね、皆さんこれだよ、これ。これ飲まなきゃ。ビアサイゴンラガー。こちらのお店はね、ハイニケンとかね、あとタイガービールあるんですけど、今回ね、私このビアサイゴン頼みました。ラガー。これはね、ぶっちゃけね、一番安い。スーパーに行っても多分1万2000ドンぐらいで売ってるかな。ベトナムはこのね、氷。これ、いただきます。うわ、やっぱ金曜日の夜のビールは最高ですね。で、これに皆さん、このね、貝なのよ。安くてさ、食べれるこの貝で、こちらにね、こうやってね、布巾とね、あとこの貝を取る用のこのちっちゃいスプーンがあるんでね、これでもね、取っちゃってください。まずこちらがね、奥くんですね。これカタツムリの一種、ちょっと名前はね、わからない。うまければいいです。ただすごいメジャーな食べ物で、こうやって見ていただくと分かる通り、ニンニクでね、たっぷりのニンニクで味付けされてますよ。すごいよ。大丈夫かな、これからデートなんだけど。いただきます。ちょっとこの黒い、これは取ろうか。このね、先っちょ取りますよ。いただきます。すごいよ、ニンニクの味が。ちょっとね、貝がちっちゃいんでね、もう少しでかかったら最高なんですけど、このやっぱりさ、なんだろう、ちっちゃいさ、貝をさ、こう食べていく、この希少性がいいんですよ。この手ですいませんね、いただきます。ビールが進むくんだよ。こちらのお店、こちらのお店はまだね、ちょっと早い段階なんで、まだまだ混んでないですけど、7時とか過ぎるとね、ほんと地元の人で混みますからね。早めに来てよかったよ。で、こちらがね、先ほど見ていただいて、これ赤貝かな、なっておりますね。で、こちらがタマリンソースになってますね。こんなね、ねっとりのね、ソースですよね。これね、いただくときはね、このまずソースを舐めます。で、赤貝ですからね、中も赤いですよ。こんな感じ。いや、このタマリンソースね、私そんな昔好きじゃなかったんですけど、今は大好物。なんとも言えない、このなんだろう、甘酸っぱいね、味最高よ。で、このタマリンソースって意外とこの貝料理だけじゃなくて、他の貝料理にも使われたりするんで、
ベトナム来られたらね、ぜひねトライしてみてください。他の東南アジアとか日本でもあるかもしれないんですけど、私はベトナムで初めて食べました。でこちら到着しました。これオクトーイ、私の一番おすすめの貝、これ見てねえ、熱々ですよ。さっき見ていただいたと思うんですけどね、あのグリルの上で焼いてね、うまいっす。これが中の汁も美味しい。まあ、ちょっとねこのタマリンソースがねたまらんよ。あ、いや、すごいわ。もうあ、我慢、すごいよ。もういっぱい頼んだからもうマスガンガンガン来ちゃいます。こんな感じになってます。でね、これが来ましたよ皆さん、アサリ、いやハマグリ。ここのねハマグリはね大きいのよ、一つ一つが。で汁も最高にうまい。ちょっと待って、もうあのテーブルの上がね、あの運動会です。やばい、いや、あ、我慢、すごいよ。もう食べてたらこれがまた来たよ。これ皆さん分かります、これマテガイの焼きそば、これはね本当にうまい、最高。このねハマグリ汁飲みましょう。うまいよ本当に。これ我慢、浸かりたい。いただきます。うまっ。まずここねスープが本当美味しい。このスープだけでお酒が飲めるぐらい。うん、まずねレモングラスね、あとこの唐辛子ね、この胡椒がちょっと入ってます。うまいよ本当に。絶妙の東南アジアのなんだろう、すっきりするんですけどコクがあるね、大事です。ちょっと皆さんこちらいただきましょう。このもうテーブルがちっちゃいからねもう大変だけど、この見てこれ 100% うまいでしょ、これすごい。でこのマテガイくんね、あとトウモロコシがちょこちょこっと入って、あとこの空心菜ねなって、この上にこうやってニンニクかな、玉ねぎがわからないですけどね、こう乗ってますね。ちょっといただきます。うまい本当にね、あのローカル焼きそばって感じ。バターの風味というかマーガリンの風味がすごいかな。やばいわこれは、腹すかしてきてよかったよ。でこの知らぬ間にこの氷がね追加されてるっていうね。乾杯。いやちょっと隣の席の人がね乾杯って言ってたんでね、一緒にさせてもらいました。ベトナムでこうやって、ね、飲んでたりしてもね、すごいあの外国人で分かるとね、ベトナムの人は結構気さくに話しかけてきたりしてますからね、それもまたいいよね。これ麺の量半端ないよ、一人分じゃねえよこれ。いいよねみんなでさ和気あいあいとさ、こういうところに来てさ酒飲んだり貝食べるのって一人だけど。あと徐々にベトナムはね、あと旧正月に近づくにつれてね、ベトナムは忘年会シーズンですからね、いろんなところにお呼ばれしてね、まあお酒飲んだりねワイワイ騒いだりはしますけどね。なのでこうバイクのね飲酒運転とかね取り締まり、やっぱりもう11月ぐらいからですけど非常にね厳しくなってますね。全部うまい。まあ、正直ねローカルのこういう貝屋さんって混んでるお店はもううまいに間違いないです。もうローカルの人は一番ね味知ってるんでね。いやその一歩入るのがね大変ですよね。うまい大丈夫かなみたいなね、もう入っちゃってください大丈夫。このマテガイの焼きそばも食べてみて、本当にこちらの席がね扇風機の下なんで風がガンガン当たるんですよ。なんでねちょっとねこういうソースがちょっと固まりつつあって見た目が悪いかもしれないんですけど、うまいっす。
あんまり貝屋さんで一人で食べてる人はいないんですけど、前回来た時はね、女性が一人でね、あの貝2種類とあとビール飲みながらいましたけどね。そうなのよね、一人で食べたい時あるのよ。俺はいつも一人だけど、こういう貝屋さんに来るとさ、もう手で食べたくなりますよね。もうね、もういいよ、ビールが足らんわ。2杯目いきましょう。タイガーの銀色ね、タイガーバッグ、いただきます。もう冷えてるからこのままでもいいんですけどね、やっぱりさ、貝とビールね。うん、こっちの方が非常にすっきりとした味わいでうまいね。ベトナムもビールの種類多いですからね、ぜひね、いろんなビール飲んでください。最後のなんかスペシャルとかさ、なんかいろんな名前、プレミアムとかエクスポートとかね、いろんな名前がついてるんでね。私の周りがもうあの団体客で埋められてきてて、こいつ一人で何食べたんだっていう風に見られてるんですが、気にしないでください。もう満席です。後ろも満席。やっぱこういうさ、ローカルのお店って非常に安く貝食べれるじゃないですか、まあ、旅行者の人にとっては非常にハードルが高いかもしれないんですけど、意外と入るとね、店員さんも優しくね、なんか頑張って英語喋ってくれたりとか、あとまあ手でいろいろ教えてくれたりするんでね、バッと入ってね、私外国人ですって言うと意外と助けてくれますよ。このお店もそうですけどね。まあもちろん一区とか行って非常にね、なんか高そうなね、観光客向けのお店とかね、あったりするんですけど、まあそこもいいんですけど、まあ、せっかくベトナムに来たらね、1日ぐらいね、こういうね、なんだろう、プラスチックの椅子が置いてあるお店に来てね、ぜひね、食べてみてほしいですね。うん、今日実は動画、今年初めて撮りに来たんですけど、まあベトナムはね、旧正月ありまして、今年は2月10日か、それが旧暦での、元日になるんですけど、その前後やっぱりね、休みになかなか開かねえな、おい、なんだこれ、あの休みになるんですけど、私も旧正月は日本にね戻る予定でございましてね、ちょっと久しぶりに日本の冬を満喫したいと思ってます。ベトナムはね、あの12月はね結構暑かったんですけど、まあ、1月ちょっとしか入ってないんですが、非常にね気候もね、なんだろうな、すがすがしくね、一番いい時期ですよね、ホーチミンね。雨も降らないし、だから旅行者の方なんか1月来たらハノイは12月すごいね寒かったみたいなんですけど、12月1月はホーチミンは非常にね、あの旅行するにはねもってこいですよ。雨も降らないし、ほとんど非常に天候も清々しいですからね、もう皆さんねバタバタですよ。他のお客さんの注文とか見てるとさ、美味しそうに見えるのあるじゃないですか、食べたいね。これ以上注文するとこいつまだ行くのかっていうね、ちょっとそういう目で見られちゃったりするからな。うん、もう貝尽くしだね、すごいわこれ。うん、貝をいっぱい食べるってことってないですよね。あるか、磯丸水産に行ったぐらいじゃない。うん、うん、うん、ごちそうさま。結構ね身入ってます。あのこのね草もね実は食べれますからね、お箸のお休めにね食べてみてください。私は食べないです。ちょっと貝とかだけだとなんかこうモサモサってするんですけど、やっぱこのねスープがあることによってね、全部がもうザーンってなります。うん、空いてない貝はやっぱ食べない方がいいですよね。うん、わっ、最後の回頑張ったわ。非常に美味。うん、でもこのタマリンソースがさ、たまらんね。あとあのお知らせがあるんですけど、あのもう私これ以上ね引き出しがないんで喋ることございません。
いややっぱこれすごいね、やっぱり酒飲んだら最高。なんだろうな、もう味自体濃くてでちょっと辛くてで爽やか、あのレモングラスが入ってるんで、すごい爽やか、私みたい。これ見てください、この入ってる香辛料というかこの量、これこんだけ入ってるんですよ。そりゃさすごいよね、風味というか、うん、本当にさラーメンというか麺を入れたいよ。なんかこう海鮮チャーハン食べたかったけど、ここ海鮮チャーハンないからね、しょうがないね。ビールいただきましょう最後。やっぱりね、まあ YouTube で上げた回の動画ってなんか 1,2,3 回かな、過去3回あるのかな、なので今回4回目なんですけど、全てが素晴らしい。で私全て行ったのはもうローカルのプラスチックの椅子のあるお店なんですけど、最高だね、値段もコスパも良くて、うん、最高。それではね、ちょっとねお会計しましょう、ありがとうって言って、まだ7時半前今お会計待ってるんですけど、隣の方のねカップルがいて、あの羨ましがってないですけどね、あのちょっとした目で見てたんですよ。そしたらね、あの貝2つとね、あとあのこの焼きそば1つ食べて帰ってますって。やっぱそうなのよ、僕みたいに一人でこのバカバカ食ってたらね、やっぱダメですよこれ。すいません、今度こそお会計します。はい、来ました、こちら合計ね38万1000ドンになっております。まずねこのオクトイね、こちらが2個で10万ドンなので1個5万ドンかなってます。あれ前7万ドンだった気がするんだけどな、ちょっとあれかな、10万ドン1個5万ドンですね。はい、で、こちらね赤貝、これが6万ドンで、こちら焼きそば、皆さん焼きそば5万ドンよ皆さん、あの量で、でやばいねこのアサリも、このアサリ、馬ハマグリも5万ドンです。でこのカタツムリ奥くんね、あちらが8万ドン、やっぱちょっと高めですね。サイゴンラガー、あちらが1万5000ドン、あと、タイガーの銀色ね、あちらが2万2000ドン、あと濡れタオル、これ2つ使ってるんで4000ドン、合計ね38万1000ドンになっております。これでも1人で食う量じゃないですからね本当はね。あとまあビールちょこちょこっともうちょっと飲めばね、まあ高くはなるんですけど、一区はねこういうこじんまりとしたお店ってあるかどうかわからないんですけど、もうちょっとこう郊外、例えばタンビンとか、まあゴーパップとか、まあフーニャンとか、まあお前それをどうやって行くんだって言われたらそれまでなんですけど、ただそういうところ、まあ一区も含めて、まあこういったこじんまりとしたお店ねあったりはするので、ぜひねもう果敢に入ってみてください。意外とウェルカムでね、外人だと分かるとね、いろいろ教えてくれたりとかするんで、あとね貝がああやってね外に置いてあったりするんでね、手でねこうやって刺してね、あと隣の人が食べてるものをね指さしてこれと同じものって言えば大体分かります。こうやって例えばこれが食べたかったらこれで大体通じます。もう今ね満席なんでね、早めに出ましょう。ごちそうさまでした、ありがとう貝。よし、それでは行きましょう。いや、カモンニュー、いや、カモンね、いや、カモン。美味しかったです。カモン、ノン。行きましょう。ごちそうさまでした。それではちょっとね、こちらの A4 通り歩いていきましょう。もうベトナムって言ったらこの A4 通り有名ですからね。こういうさ、なんかとまたこういう通りがいいですよ。ね。俺だけかと思うの。ここのカフェもね、朝とか日曜日混んでたりしますね。結構いいでしょ、なんか雰囲気がね。こちらね、右に曲がるとね、あの飲み屋街がありますよ、ローカルの。この道はね、意外とあの近道になったりするんでね、ラッシュ時とかね、結構混んだりしますよね。私も以前ね、ここじゃないですけど、もうちょっと奥の方、こっちの方に住んでたことがあったのでね、お前、いろんなとこ住んでるなって思われるかもしれないんですけど、その通りです、はい。ここはカフェ。あ、でもあれだね、ゴーカフェだったんですけど、これ名前変わりましたね。
エットカフェか。これ左側行くとこれ見えてきたと思うんですけど、飲み屋さんね、4店舗5店舗ぐらい並んでるのかな。私も以前ね1回かなちょっとね来てね、ここで飲んだことありますけれどもね、金曜日ね、今7時50分ですけれども、そんなに混んではないね。いつもね結構活気があるんですけども、9時ぐらいになったらもっとあれかな、人が来るかな。これ見てこうやってほらいいでしょう、なんかすごく貝とかさ、ベトナム料理とかこう外で食べてね、うん、こういうなんだろうな、裏路地がねベトナムはいっぱいあってね、お店もいっぱいあったりとかして、うん、そうやってあるんでね、歩くのは面白いんですよね実はね。そう、一区だとさ結構なんだろうな、ガツンガツンとしてるじゃない、まあ、その表現が今合ってるかとかちょっとわからないんですが、こうね結構でかいじゃない全てが。こういうローカルのエリアに来てね、行くともっとこうなんだろうな、細路地があったりしてさ、いいよこういう向こう側とかさ。何これ、フーベオ、フーデューナンバン、フーベオはお店の名前か、フーデューナンバンですって、フーデュー屋さん。まあでもしばらくこう通らなかったりするとね、いろんなお店になったりしますよね。やっぱり今多いのは床屋さんとかさ、ちょっとしたこうなんだネイルショップとか美容室みたいなところが増えてますけどね。こちらの通りがね、ファンファーダム通りになりますね。ここの通りもね、もう交通量多いっすよ本当に、うん、でこういうねちっちゃい屋台とかさ、食べ物屋さんとかスーパーとかあったりして、すごい賑やかな通りです。以前私このね場所歩いたことありますね。コロナちょっとこうベトナムがロックダウンする前かな、歩いたんでねあれですけれども、ただ本当に活気がある通りですね。こうやってもうよく見ますよね、こうやってさ、なんかお店が出てったり新しいのが入ったりとかさね、出入りが激しいよね。ここの通りにね美味しい、バンミー屋さんがございますよ。ここね木庵ね、昔はこの近くに住んだ時はね朝ごはんでちょっとね買いに来たことあったんですけど、2万ドンぐらいでね食べれますよ、ああいう美味しいね、あのヘオコアイね。今日はフォーティーナンバーね、これは韓国系のバーベキュー屋さん、食べ放題のお店ね。出ました、フクロン。ここの場所もね新しくフクロンが入りましたね。ベトナムのねお茶のチェーンですよね、うん、でこちらが、チャンビンクのチュンチン通りですね。こちらね右に行くとね十二区とか、まあ、北門の方になりますね、こっちね、うん、でこちらね左の方に行くと一区の方、まあ三区とかね向こうの方になっておりますがね、ちょっと私この動画をどう終えるかね考えております。はい、ちょっと歩くか、せっかくだからね。このベトナムの非常に気持ちのいい夜になってますから、これまっすぐ歩いてってホンバンという通りまでねちょっと行きたいと思いますね。これ出たよ、文房コービー。ここね昔ねここでね路上で屋台でやってたんですよ。ただいつも混んでてね、とうとうもうお店出しちゃいましたよ本当に。すごいね、やり手のおばさんだよやっぱり。本当にねここでね屋台でね夜だけやってたんですよ、夜の結構12時とかまで。私も何度かねちょっと食べに来たことがあって食べたんですけど、ね、やっぱ美味しかったですよ本当に。文房ね、ここの裏道に入ったら多分一生出られないよ、気をつけてみんな。ベトナムも日本もそうかもしれないんですけど、ベトナムもこう一つの通りにね一つの商品がね、家具だったら家具だけバーって並んだりとかねする通りも多いんでね、そこに行けばさそのものが揃うみたいなね、ございますよベトナムにも。ちょっとさ思ったより距離あるな、おい。
いつもバイクに乗ってるとね、もう距離感を失いますからね。ここは警察だ、左は。すいません、早めに行こう。これまっすぐ行くとね、カクマンタンタムって前私動画でも歩いたところなんですけれども、そうそう出たよ、これ文房だよ。いいでしょこういうところ、ほらね。で意外とああいう屋台に綺麗な女性とか食べてますからね、一人で。そう、勇気のある日本人の方はね、その隣に座ってね、ぜひ声をかけてみてください、無視されると思います。ベトナムもね、バーガーキングね、ちょこちょこありますよね。まあただロッテリアがね、ハンバーガーでやっぱりおそらくチェーン店としてはナンバーワンなんでね。ロッテリア、マクドナルドもそこまでね、日本みたいにベトナムは強くないですからね、本当。バーガーキングでチキン売ってますけどね。そう、ベトナムはチキンなしじゃね、やっぱ勝てないですよ。いいね、なんかね、これ新しくできたお店かな、これ。カムタマン。豚の肉とあとご飯にね、こう一緒に食べるね、料理ですけどね。うまいよね。来た、このミンちゃんをね。この薬屋さんはね、昔からある有名なね、お薬屋さんでね。ベトナムはね、処方箋なくてもね、買える薬っていうのは非常に多くてね。日本よりかは本当に融通が効きますよ、日本では処方箋がねいる薬でもこっちの方ではいらなかったりとかね、結構まだまだベトナムは規制が弱いかもしれないですけどね。だって皆さんこれバイク多いでしょ、本当にね、止まらないよね。お、ぼっちんだ。これもね、うまいよね、夜中食べたりするとさ、こういったところで食べるね。いいね、一人なのよ俺今。ここのヘムももう入ったら出れないですよ一生。路上のお茶屋さんね、これ何これ、初めて見たな、こういうの。ソーセージ売ってますね、うまそうだな。でもこれまっすぐ行くとね、この道がファンバントゥですね。あとまっすぐ行くとカクマンタンタムの方に行きますが、こっちの方に行ってね終わりたいと思うかな。これも見て、こうじゃほら、もう旧正月の季節なんでね、こういったものをねベトナムはね、お客さんとか、まあ、あとお世話になった人にね送ったりしますよね。値段が書いてあるでしょ、これ。こちらで 100万ドン、100万、ちょっと8万5000、54万5000ドン、75万5000ドンとかさ、いっぱい種類がありますね、本当に。私もね、今の時期いろいろちょっとこう挨拶とかありまして、ああいったものをね持ってって訪問したりはするんですけれども、ベトナムのね旧正月前名物になってますね。お、ハロー。 iPhone ケース屋さんね、市内にね結構あったりしますよね。 Amazon で買うより断然安いですけどね、こっちはね。以前この通りのねアパートみたいなところ、部屋みたいに見に来たところあったんですけどね、やっぱここのね通りがうるさいからね、部屋が良くてもやっぱなかなかね決めれないですよね。音は大事ですから本当に。お、これどこに行くんだ、これ多分長距離バスじゃない、荷物も持ってってこうやって見やすいですからね。いろんなとこ行くんだろうね。あ、ダラットだってさ、あと北の方も行くわ。おお、バッてありますから。あ、そうなんだ、あそこからダラット行けるんだね、いいな。ダラットも私一度ね旧正月の時に行って非常にね良かったですけどね。私ベトナムに長くいるんですけど、そこまでね旅行っていう旅行したことなくてね、私のその少ない経験の中で言わせていただくと、やっぱねビーチとかだったらニャちゃん良かったね、ダナもいいのよ。そう、両方行って動画作ってるんですけど、そうよね、甲乙つけがたいよ。でも私が今までベトナムに来て一番美味しかったバンミーはニャちゃんで食べたバンミー、
あれはあれを超えるものはないね、うん、有名なあのバンミン屋さんだったんですけど、本当にねもう一回食べたい、うまかったよねあれはね、衝撃的なうまさあれな、そうそうそう、その後もう一回行ったんですけどね、もう閉まっちゃってね、旧正月の関係で残念だったんですけど、おここはなんだ、新しいね、英語学校ですね、いや増えてますね英語学校もね、今年かな、ちょっと去年の年末あたりか、ちょっとごめんなさい、今年言っても2020年だ、一昨年末とか、まあ、去年の、うん、あちょっと忘れたんですけどね、ベトナムの有名なあのアパックスイングリッシュかなっていうね英語学校があって、そこがちょっと破綻というかね、ちょっともうあの授業が継続できないみたいになって、でお金をね払い込んだ保護者とかがすごい集まって、まだ解決してないと思うんですけど、うん、まあ、そういったねやっぱりあの、ね、1年間最初に払っちゃうとかするとさ、日本でもやっぱりリスクありますよね、最近ほら脱毛のさ銀座カラーですか、あそこもちょっとね倒産しちゃってね、払った人にとってはもうさたまったもんじゃないじゃない、だから私はねベトナムでもねなるべくジムとかもあの払って3ヶ月とか、うん、1年は絶対払わずにいるんですよ、うん、今8時10分、結構歩いたな、こっから歩いて家に帰ろうと思えば帰れるんですけどね、30分ぐらいかかるからやめとこう、はい、ここね、ここまあスワンフォン通りなんですけど、目の前がこれスワンリュー通りですね、なっております。私以前ね、この裏の方に住んでましたね、結構長く3年ぐらい住んだかな、そう、すごい静かなところでね、大家さんも非常にいい人でね住んでおりましたけれども、なのでこの辺りは非常にね懐かしいんですよ、実はね、ここはロッテリアね、でかいでしょう、新しくできたんですよ、ここ、ここがスワンリュー通りになります、はい、これ渡る、まあ、引かれないとは思うんでね、意を決して渡っちゃいましょう、うわいいなこれ見て、ビアトイね、私も好きです、ビアホイ、ハノイはビアホイですけどね、ホーチミンはなビアトイとかね結構多いですね、安くねビール飲みますけどね、いいねこの周りもね、うん、私はあそこに住んでる時はねここら辺たまに歩いてねあのご飯食べたりしてたんですよ、パパッとね、懐かしいよ本当に、でこちらがウィンタイビン通りですね、懐かしいね、はい、そういったことでね、まあ、海鮮を食べビールを飲み、そしてちょっとね歩きましたけれどもね、こちらグインタイビン通りをねちょこちょこっと歩いてね皆さんとお別れしたいと思います、ぜひねベトナム来たら貝食べてみてください、そういったことでね皆さんご視聴ありがとうございました、ごきげんよう、さようなら。